はい、どうもハルパパです。こちら、エレクトロウィザードチャレンジですね。これね、もう皆さんもうガンガンやってると思うんですけれども、いやーね、なかなかね12勝できないですよね。僕も今3回目ぐらいやったのかな、うん、で8勝8勝とかもうそのぐらい止まっちゃうんだよね。そしてね、今日ですね、こちら、ロールさんのねリプレイでございます。ロールさんね、もういち早く12勝したので、そのデッキを紹介させていただこうと思います。こちらのデッキではダンと、はい、これちょっと面白いですよね。インフェエリババミラー、ちょっとねこのミラーがねこう強いわけなんですよ。これ相手はねジャイボーラーなんです。これどんな感じでいくのか見てみましょう。こうさ、なんだろう、ドズルさんとか雪旦那さんもさ、その紹介してましたよね、デッキを。うん、でも俺もね、まあこの12勝いった人がいるので紹介しても、させていただこうかなと思いました。はい、これでこうなんつうの、なんだっけ、これエリポン出したとこにエリババと、さっき打ち合うのはめちょっとね、あの不発なんですけど、これでもねもう強いですよね。ボーラーをすかさず出すもですよね。ここまでグイグイ削ってますからね。ほんとエリババってさ、放置するとさ致命的なダメージ食らいますよね。致命的っていうか、もう勝負つきますよね、それでね。さあ向こうはねジャイボーラー、まあスケラーなんで、まあジャイスケラーなんですけれども、さあどうやった感じでねこのスケルトンラッシュを防いでいくのかと。なかなかねこれ強いですからね。僕もね今ね、なんだろうな、スケラフリーズで僕はね今チャレンジしてたんですけれども、やっぱりなんだろうな、雪旦那さんの動画でやってたジャイスケラ、うん、でちょっと挑もうかなと思ったんですけども、ちょっとねやっぱりね、うちのクラメンさんはこのように頑張ってるので、このやっぱデッキでちょっと挑んでみようかなと今ねちょっと思い直してる最中です。はい。さあこちらはこのさ、あ、なんつうの、エレクトロウィズ、なんだっけ、エレクトロウィザードだっけ、エレクトロウィザードだ、うん、これさ、なんか強くない、なんだろう、このさインフェルノタワーがさ、ほんと無効化されるじゃん、一発ずつ食らう。だからなんていうの、いや逆にじゃない、何も逆じゃないけど、ジャイスケラが来た時にジャイスケラがめちゃくちゃ強くなるのかなと思ってさ、まあ、ジャイアントって破裂ダメもないからインフェルノタワー来ると結構辛いなとか思ってたんですけれども、このなんていうの、エレクトロ言いづらい、エレクトロウィザード、このさなんかこう後ろからね追従させることによって、こうジャイアントがねめっちゃ強くなると、死なねえって。ちょっとこれはね、なんだろう、インフェルノタワーの時代終わったかなちょっと思いましたね。例えばさ、ラバハウンドだってそうだよね、もう宿敵インフェじゃん、もうそれすらも抑えちゃうでしょ。でこのようにこうインフェルノタワーで抑えていくんですけれども、あ、ここはちょっとあれだな、エレクトロウィズ出てこないのかな、エレビズかな、訳してね出てこないんですけれども、これね、なんていうの、スケルトン部隊で鮮やかに処理していくような形ですね。なんかちょっとあれみたいじゃない、孫悟空みたいだね、どっかの孫悟空みたいじゃない、ちょっと若干。さあエリバー強いよねやっぱね。ボーラーに向かってグイグイいきますからね。さあここで、向こうはエレビズ出してこないのかな、出てこない。おっとここで、まあね、これスケルトンラッシュにはスケルトン部隊、まあ、最強ですよね。これでもザップ的は持ってなくて若干良かったのかなっていう面はあるんですけれども、さあここで時間切れということで、なるほどなるほど、このデッキね、もう一本見ましょうか。うん、もう一本見ていきましょう。これなんだろうな、これかな、うん、これが12勝目のデッキですね。敵は、ゴーレムエリババということなんですけれども、さあお互い紳士的、これ向こうってさ11勝目なんですかね、これそういえばどうなんだろう、その辺こうさ、こっちが11勝の時って向こうはな、11勝とかそういうなんかこだわり、なんかこだわりっていうかあれあんのかな。さあここでまたエリボン立ててきたので、こうエリババとエレウィズを追従させるような形で、これが強い、これだ、もうなんつうの、足止め、後ろから足止めしつつエリババがもうやばくない、これやばくない。そして落とす、やばいよねこれね。エリババなんで、エリババエレウィズなんて略せばいいんだろう、エレウィズ、いやいや、それエリババ消えたね。さあここで、まあ、向こうゴーレム出してくるんですけれども、何ガーグ、メガガゴとでインフェ、これ多分ね向こうはない、エレウィズ向こうないじゃん。これでもさ、エレウィズ追従させると本当にインフェが無効化されますよね。
で、この両手から2本出してるのもこれも強力な部分ですよね。そうし、1体にこうなんだろう、ターゲットを取ってる時にもう1体来た時も、もう1体にもこう行くじゃないですか。なのでこう、ターゲット取ってからなんかこうワンチャンこのエルビス潰せとか思っても、なんだろう、タゲられちゃうというか、俺何言ってんだ、うん、わかんない、うん、ただしエレフィズはね、あのファイアボール一発で死んでしまうっていう弱点はもちろんあると思うんですけれども。さあ、ここでエリババ、おっと孫悟空もう悟空でいいんじゃねこれも。さあ、マルタが言うのだ。まあエリババ強いよね。でもね、ほんとね、もうちょっとこのデッキでやろう俺。さあ、ミラーどこで使ってんだ、俺さっきから全然見てねえなまあでもね、こう見ていただければいいんですよ、俺のグダ話とリプレイで、うん、それでいいですよ。さあ、向こうはゴーレム出してきて、もうね、片方ね落としてるので、結構余裕感あると思うんですけども。まあでもさ、これさ、12勝ほんと難しいよね。おっと、ミスった敵はもうファイボミスりましたね。さあ、こちらファイボ、さあさあさあ、こっからエレウィズ来て、こう無効化男来ましたけど、ここで火の玉でズドンと。さあ、もう勝負あったかな、これ。敵のエリババにはスケルトン部隊、かなりお決まりなやり方でね、ガツッと決まるんですけど。さあ、あとはね、終わりかな、うん、26、まだ動くのかな、試合。左落としてほしいな、せっかくだから。なんかこう無駄に、おっと、これちょっと防衛が忙しいよ、これ。防衛いけんのか、これ。ゴーレムを来た、エリババで、まあ、エリババのゴーレムへの攻撃力、これがまたいかついですよねさあ、これゴーレムをぶっ飛ばしてエリババで終わりと。これエリババミラー、これね、かなり使えるね、このエレキウィズ、エレキじゃねえや、エレクトロウィズチャレンジ、こうかなり使えるんじゃないかなと思いました、はい、すげえ言いづらい、エレクトロチャレンジ。はい、こちらのデッキ、はい、このね、こうなんていうの、ミラーカードがね、ほんと非常にね、こう有能だということなんで、よかったら皆さんこのデッキでエレクトロウィザードチャレンジ12勝目指しましょう。ご視聴ありがとうございました。